ヨハン・ペーター・ピクシスは、ドイツのピアニスト、作曲家。ピクシスは、マンハイムに生まれた。父のフリードリヒ・ビルヘルム・ピクシスは、マンハイムでオルガニストを務めており、ゲオルク・ヨーゼフ・ホーグラーの弟子であった。兄のフリードリヒは、ジョバンニ・バッティスタ・ビオッティモン科のバイオリニストであり、プラハへ赴き音楽水準の向上に貢献した人物であった。ピクシスは、 ウィーンで過ごしていた時期に、ヨハンゲオルク・アルブレヒツベルガーに作曲を指示している。同地では、ベートーベン、マイア・ベア、シューベルトラと交流した。彼は、途中に短期間外部へ赴いたことを除き1823年まで、ウィーンで暮らしており、同地でオペラ作曲家として、身を立てることを目指したが、うまくいかなかった。一時期ミュン運ンに居住した後、 ピクシスは1825年から1845年の間をパリで過ごしてコンサートピアニストとして活躍した。キャリアの絶頂期にあたる1830年頃には彼は同時代で最も成功したピアニストの一人であるとみなされていた。パリではフランツ・リストの父アダム・リストがカール・ツェルニーにあててピクシスの態度に対する不満を書き送っている。 初の演奏旅行の途上にあった彼らに対し、ピクシスは減り下るということをせずこのような態度は避難の的になるであろう。という内容であった。ピクシスは1845年からバーデンバーデンに移り、公の活動からはほとんど身を引き、同地で没するまでピアノ教師として働いた。ピクシスは多くの楽曲を作曲したが、中でも フランツリストがまとめ役となって共同制作されたヘクサメロン変奏曲に6人の作曲家の一人として参加したことが知られる。それ以前にも1819年から1823年に51人の作曲家によって作曲された合作ディアベリのワルツによる変奏曲集にも参加している。この作品は単独で出版されることになったベートーベンの ディアベリ編総曲と同じ主題に基づくものである。ショパンはポーランド民謡による大幻想曲オッパス13をピクシスへ検定している。出展、ありがとうございます。